中央ネブラスカでホームステッド法を利用した農民1866年ネブラスカ州の歴史ではアメリカ合衆国ネブラスカ州となった地域の1億年前の中世代から現代までの歴史を概説する1854年5月30日にアメリカ合衆国議会で成立したカンザスネブラスカ法で準州として成立した時に州としての歴史が始まった ネブラスカ巡州には1860年代にホームステッド法のもとに開拓が大きく進み1867年には合衆国第37番目の州として加盟が認められた。ディノヒッパスの化石、ネブラスカ州ロイヤルの近く、アッシュホール州立歴史公園の先進予行基礎から出土。後期白秋、6500万年から9900万年前。 現在のネブラスカの4分の3は、アメリカ合衆国の3分の1以上を覆う、大きな海、西部内陸海路に覆われていた。この海は、モササウルス、イクチオサウルス及びプレシオサウルスが占領していた。さらにスクアリコラックスのような、サメ類やパキリソダス、エンコダス、及びシファクティヌスのような今日の個室の魚類よりも、大きな種類のものが住んでいた。 その他の海洋生物としては、軟体動物、アンモナイト、イカのような石、跡、およびプランクトンなどの無脊椎動物がいた。この頃の動植物の骨格化石が泥に渦漏れ岩の中で固くなり、今日ネブラスカの渓谷の岸や川の流れに沿って現れる石灰石となった。先進予海底がゆるりと隆起し、沼地と森林が現れた。数千年後に、 陸地は乾燥し、多く、カエデ、ブナ及び柳など、あらゆる種類の樹木が成長した。古代樹木の葉の化石が今日ネブラスカの赤色砂岩で見つかっている。この時代の陸地には、ラクダ、バク、サル、トラ及びサイが住んでいた。またその地に、固有の様々な馬もいた。更新よ、オグララ国立草原。ネブラスカ州シャドロン近く最後の表記がかつて、 ネブラスカを覆っていた大きな海を終わらせた。最終表記はネブラスカングラシエーションとも呼ばれ、約60万年前に始まり、連続した表記というよりも寒い時と暖かい時期が交互に来る時代となった。粘土層と巨歴がこの時期の丘に残され、表現はに3回ネブラスカを覆い、気候はそこに存在した動植物を根絶するほど寒冷になった。 関心予気候が乾燥してくると草原が現れ、川が現在の渓谷を掘り下げるようになり、ネブラスカの規制ができた。この時期に現れた動物は今日でも州内に残っている。オマハ族のクロードックホースヨーロッパ中から何人かの探検家がネブラスカとなる土地を探検した。百八十二年、ルネロベール・カバリエがミシシッピ川とその支流によって潤されるべての 地域に、ルイジアナ領地と名前を付け、初めて、フランス領と宣言した。1714年、エティエンヌ・ドブールモンが、モンタナのミズーリ川川口からプラット川、川口まで旅し、その川を、ネブラスキー川と呼んで、襲名に近いものを名付けた、最初の人となった。1720年、スペイン人、ペドロデビラスールがサンタフェからネブラスカに至る。 インディアン道をたどる陸路の遠征隊を率いた。ポーニー族との戦闘で、ヴィラスールと34名の隊員は、現在のネブラスカ州、コロンバスのすぐ南、ループ川とプラット川が合流する近くで殺された。この地域のスペイン支配において大きな敗北となり、一人の修道士だけが生き残ったが、ヌエヴァ・エスパーニは植民地に対する警告として明らかに殺されずに置かれた。 1739年、フランス系カナダ人の二人組探検家ピエールとポール・マレーが水路でサンタフェに行くことを目標に、プラット川と名付けた川の河口に到着した。彼らは、プラット川の南支流をたどってコロラドに達した。1762年、フォンテーヌブロー条約で、フランスはミシシッピ川の西の土地をスペインに割譲し、後のネブラス川、 ヌエバエスパーニャの一部となった。1795年、ジャック・デグリーズが、スペイン王室のために水売り川流域を旅した。デグリーズは見つからない、北西航路を探しており、ノースダコタ中央部までしか行けなかった。1794年、ジャンバティスト・トルトーが、ニオブララ川を遡ること30マイルに交易基地を、設立した。1795年には、 スコットランド人、ジョン・マッケイが、ミズーリー川の西岸に交易基地を設立した。いわゆるチャールズ・トリデは、ネブラスカ州ダコタシティの南に位置した。アメリカ合衆国は1803年パリ条約に、従って、フランスから1500万ドルで、ルイジアナ領地を買収した。ネブラスカ州となる地域は初めて、アメリカ合衆国の財産となった。1812年、 ジェームズ・マディソン大統領は現在のネブラスカを含む領域にミズーリー巡州を設立する法案に署名した。スペインの毛川交易業者マヌエル・リサが1812年にポンカヒルズにリサトリデという交易拠点を建設した。その地元種族を手名付ける行動はその地域におけるイギリスの影響力を阻止するものとされた。1820年にアメリカ陸軍は 急成長している毛川工営企業を守るために、今日のフォートカルフーン近くに、アトキンソントリデを建設した。1822年、ミズーリ毛川会社プラット川川口から、北約9マイルに本社と公営拠点を建設し、そこをベルビューと名付けたが、これが、ネブラスカでは、最初の町になった。1824年、ジャンピエール・サバンネが、 ポンカクリークとミズーリ川の合流点のリサトリデの近くにアメリカン系側会社のサバンネ交易拠点を建設した。そこは地域でもよく知られた基地となった。1833年、モーゼス・ピー・メリルがお盗賊インディアンの中に布教書を作った。モーゼス・メリル布教書はバプテスト布教連合の講演を受けていた。1842年、ジョン・シー・フレモントが ベルビューのキットカーソンと共にプラット川周辺の探検を完了させた。フレモントはそのロバと政府の荷車をそこで競りにかけた。この地図作りの旅で、フレモントはお盗族の言葉、ネブラスカをプラット川に当てて使った。プラットはフランス語の平らなという意味であり、平らな水の土地を意味するネブラスカの翻訳だった。年のスネブラスカ法で、 カンザスとネブラスカの領域の境界を北緯40度線と設定した。このために当初のネブラスカの領域は今日のものよりもかなり大きかった。西は太平洋と大西洋の間の大陸分水界となり、北は北緯49度線より西を領域とした。同年3月2日、ダコタ準州が北緯43度線より北のネブラスカ準州の領域を全て取り、 さらに北緯43度線とケアパハ川とニオブララ川の間の現在はネブラスカ州の領域も取った。ダコタ巡州を創設する法律では、ネブラスカに現在はワイオミング州南西部となっている北緯41度線と43度線及び大陸分水海で囲まれるユタ巡州とワシントン巡州の小さな領域を含める条項もあった。 1863年3月3日、アイバホ淳州が、西形104度3部から、西の領域をすべて取った。ネブラスカ淳州の州都はオマハだった。1850年代、フローレンスやプラッツマウスなど他の場所へ州都を移そうという多くの、試みがあったがすべて失敗した。スクリプタウンを職員房の時に、 地元の実業家がオマハの土地を確保して議員に寄贈しようとしたベーカータイモートン事件に対する合衆国最高裁判所判決はこれを違法とした。州都はネブラスカが州に昇格した1867年までオマハのままであり、この年に州都は当時ランカスターと呼ばれていたリンカーンに移された。ネブラスカの開拓のポスター、バーリントンミズーリ川鉄道が 募集、1872年ネブラスカの憲法が1866年に起草された。ネブラスカが州に昇格することについていくらかの議論があり、白人に対する選挙権を制限した1866年憲法の条項についても議論があった。最終的に1867年2月8日。 連邦議会は選挙権が非白人に対して否定されないことを条件にネブラスカの就職を議決した。このネブラスカの就職を認める法案はアンドリュー・ジョンソン大統領によって拒否権を発動されたが、両院の圧倒的多数によってその拒否権が無効にされた。最初の憲法の下でネブラスカ州議会は二院制だった。しかし、 ネブラスカ州会議員、ジョージ・ノリスは1931年にオーストラリアを訪れた後で10年前に一院制を採用したクイーンズランド州の例に習い二院制の廃止に向けて運動した。ノリスは二院制が本質的に非民主的なイギリスの貴族院に基づいているとも主張した。1934年、州憲法の修正で一員制議会を導入し、 さらに政党によらない選挙も導入した。第二次世界大戦の時、ネブラスカ州にはいくつかの戦争捕虜キャンプが設けられた。スコッツブラフ、ロビンソントリデ及びキャンプアトランタが主要なキャンプだった。アルマ、ベイアード、バートランド、ブリッジボート、エルウッド、クルックトリデ、フランクリン、グランドアイランド、ヘイスティングス、ヘブロン、インディノーラ、カーニー、レキシントン、ライマン、 ミッチェル、モリル、オガララ、パリセード、シドニー及びウィーピングウォーターといった多くの小さなサテライトキャンプがあった。オマハトリデにはイタリア人戦争捕虜を収容した。州内には大小23のキャンプが散りばめられた。さらに、いくつかのアメリカ陸軍航空基地が州内の様々な場所に建設された。ありがとうございます。